Happy birthday, His Happy culture. birthday, His call. Happy birthday. Well, birthday happy birthday Happy birthday, Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Amen. <laughs> eh, まず最初にですね、本当に16周年を導いてくださった神様に、イエス様にすべての感謝と栄光を捧げたい。皆さんで拍手しましょう。イエス様ありがとう。すべての栄光ありがとう。そしてもう一度、このヒズコールの教会に加わってくださってる家族の皆さん、お互いに愛してます、感謝します、お互いに拍手しましょう。よくやってきましたね。 そして僕は本当に妻の存在、ユミ先生の存在がなく,なくして今ない、全くないと思うので、本当に妻に感謝します。ありがとうございます。娘と、そして今日はメルボルンでね、アロンがずっとロックダウン中ですけど、本当いつも日付のために祈り、

ああそのような話も少ししてみたいなと初めてする話もあると思いますけど、uh, before we get into the message, また今日初めて来たりまだ最近来たっていう方いらっしゃったら本当にあなたもヒズコーラですあなたも神様の家族ですそういう思いで聞いてください。

僕も初めてこの写真があるのを沙莉から聞いてえー、この写真レアだねって。Actually, that, uh, this picture ねえ誰かわかりますか僕もいます、ユミもいます。Here. Uh, s here. <S アロン君これです、アロン君。<is> カサキこれです。This is そして、これ誰かわかる沙莉ちゃん。 ずっとショートボブでかわいいのね。<No S 1> そして、<short hair. S 1> 僕たちの教会、ヒズコルチャーチをあー使わしてくれた、私たち夫婦を使わせてくれたあの先生、これは森本英治先生です。Uh, 私たちは滋賀県で生まれました。We そして滋賀県の教会で えー、救われてそして一緒に聖書学校その教会に入って聖書学校を卒業しましたそしてその教会はもう田舎の教会なんですけど若者がもうあふれてる教会です was,、uh, iga, そしてその教会、まあ、50年ぐらいの歴史があるんですけど教会を生み出した100の 教会を生み出したいということでその先生が京都からね、あのー、使わされて学校の先生だったんですけどそしてその先生の前はねもう一つ言うと京都に宣教師が行ってその先生が京都大学で救われるんです。 And this missionary 京都大学の先生、<went> to, 頭いいんだよね、僕は。He, uh, だから戦後から宣教師が送られ、もう70年、8年前、そしてその宣教師によってその先生が救われ。 その森本先生が学生の時代、燃えて、そして学校の先生になって滋賀県に赴任したんです。そして、宣教をもう滋賀県でも本当に。 本当に宣教熱心に開拓していかれましたそこで私と妻が救われ出会い結婚し子供が生まれそしていよいよ、えー、教会を、ね、あの僕は19歳の時に開拓のビジョンが与えられたので、まあ、16年ぐらいその教会で使えたんです。 そして大体、まあ、20年弱ですけどここの上田の天白区わかりますか天白区の上田のアパートで教会がスタートしたの。で彼が紀章君って言うんだけど最初ぐらいの洗礼者なんです。 何三年かに出発森本先生がお祝いし、その時僕は洗礼まだ施せなかったので、あのその時は牧師が施すということだったので、えー、お祝いに来てくださったというレアな一枚です。So、森本先生はすごい厳しい先生でした、当時。すごい怒られた僕は。 それがあったから今があるんだけどね。Uh, もう熱く祈る先生ね。先居をねしん。<passionate> 今年あのお会いしに行ったら今も燃えて。Uh, イエスも信じて、信じましたってその証ばばかりだったのに。えっそこの人本当熱いなとか思って、えー。そういうような先生によって僕たちは導かれてきたんです。何、yeah, uh, かわかりますか アメリカから選挙しか使わされ、アメリカの人が祈り、そしてまた京都から使わされ、そしてシガの教会がもう30年、40年祈りながらシ学校を作って、そして私たちが使わされ、今ここに群れがあるんです。<A mission S 1> すごいねイエス様にを拍手しましょう。プライスガー。

ここにすごい写真がある、志達さんがいるんですよね、たまたま遊びに来たんですよね。志達君は前の教会のメンバーだったんです。Uh, he, uh, 僕が学生の頃知ってます、彼はね。So、教会の最初です、これ。リ <a student. S 1> トリートに行った時ね。はい、次の写真。この辺はコミハですよね、みずほの教会と一緒になりました。Yeah, started, uh, do, do はい、次の写真,写真ありますか あこれ僕の家の写真ですよ、ね。本当に最初の頃です。教会はこんだけでした。はい、次、ありますか <laughs> すごい昔の写真だね。こうやって教会がやってたんですよね。<This is S 2> すごいですね。<we> 恥ずかしいね、我が家の台所。次、ありますかそうやって。<other> okay. 今日皆さんにお伝えしたい。ヒコールは

だからこの教会が生まれる前、私たちの母教会の教会は、祈り祈りこの教会を生み出しました。Uh, pray pray だから、聖霊と御言葉によってしか、教会は始まらないんです。Start, uh, そして、 アメン。もし、<And S 2> <Amen. S 1> church started from God, God will lead the church, guide the church, and it will continue. When God leads a church with His Word and His Holy Spirit,、uh, there will be generations, and generations、uh, <So> to generations、uh, to For the アメンですね。<Amen? S 2> そして神様がここに16周年を本当に導いてくださっていることを本当に感謝します。Years. あと30分あるので、今日は、ヒズコールに与えられた神様の言葉とテーマについて3つ話したいんです。So our, uh, the 教会というのは人間が始めるものではなくて神が始めるものです。 そして神様が始めるなら、神の御言葉がそこにあります。ね、<to church. S 2> 神様って、ね、何もないとこで光あれって言ったら光ができたでしょ。無から有を神の言葉を生み出すんです。The word of God. たとえ今日、あなたの心の中に信仰がなかったとしても、神の言葉によって、あなたの心の中に信仰が生まれるんですよ。今日、もしあなたが希望何もない、私の人生何の希望もない、でも神様の言葉、聖書の言葉によって、神があなたの心の中に希望を生み出すんです。a m e 神様は私たち2人の間、家族の中にある時は予言者を通しある人はある時は正解をとといろんなことを通し、て神の言葉を与えて続けてくださいました。God always kept giving the word for us, for this church. その一つ、まず一つのテーマは、祝福の元と,という言葉です。The first is made to be a blessing to made be。神様は私たちをアブラハムの子孫のように祝福すると。 ああ、だ、uh, he will bless us,、uh, just like abraham's descendants.。みさん、低くていい言葉ですよね。blessing is a great word。ね、それは経済的にも健康も、また精神的にも、私たちが良くなり。そして栄え、そしてキリストの体に似ていくことができるからです。Uh, being blessed financially in the health and everything in our lives being more like him。私たちが自分を何、どのように見なきゃいけないか、教会の集まりがどのようなものとあ。 考えななきゃいけないけからそれはね、祝福された民なんです。それは、アブラハムを通して私たちに与えられた信仰が、キリストによって今も私たちに与えられているからです。アブラハムって誰という人がいるかもしれない。アブラハム信仰の父です。アブラハム信仰の父。The father of faith. だから彼を通して、 霊的に生まれていくのがクリスチャンなんです。Faith, uh, イエス様を信じる者は聖書に言います。アブラハムの祝福を受け継いでいます。創世記の12章1節から3節にねこの言葉があるんです。 これがつ目の御言葉です主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れ、私が示す地域なさい。そうすればあなたは大いなり国民とし、あなたを祝福しあなたの名を大きいものとします。あなたは祝福となりなさい。<laughs> あなたは祝福となりなさい私はあなたを祝福する者を祝福しあなたを呪う者を呪う地のすべての部族はあなたによって祝福されるイメン皆さんねこの箇所をあの創世紀の12章ですからどう読まれたかわからないでもすごく長いストーリーですけどイエス様が生まれたのはこのアブラハムの信仰をあなたに受け継ぐためだその信仰を 子孫をその祝福を世につないでいくためだとおっしゃいました。The purpose of Jesus coming to earth was to give the blessing that God has given to Abraham to the world.Abraham は自分の土地があり、自分の慣れ親しんだ場所がありました。 でも、アブラハムに神が言うんです。あなたを通して、地が祝福される彼には子供がなかったんです。99歳まで。でもあ、ね、あなたを通して、99歳。あなたを通して、 キリストの民神の民が生まれていって国民になっていくという壮大なビジョンをアブラハンもらうんです。皆さん、99歳で子供が生まれて信じられないです。信じられないことを神様は言うんです。 時々信じられないことを言います。あなたにも神様信じられないことを語ります。計算,では計算では成り立たないんです。Cannot calculate that, solve that. その時、私たちどうしますか私、できないって言うでしょう。<'ll> say, アブラハムもそうです。<can> できないって言ったんです。I <can> これ大事です。私たちにはできない。 でもできないならどうしますか、次。私たちができる方を知っています。それは天地を作られた神様ならできるんだ。アブラハムはそれを信じました。そして、アブラハムの子孫が生まれ、ユダヤ人が生まれ、そしてこれはもう歴史的にそうですよ、その救いが世界中に広がっているんです。

口の中でお肉が溶けるんです。滋賀県で生まれた人たちね。You r e born in 滋ね、そしてお米がおいしい、水がおいしい。Great rice, great で人が、人がいい、滋賀県の人は。<great> 素朴です、uh, ね。そのような場所だった、僕生まれた場所。 Where I was born. でも神様が教会を生み出すために、uh, God, uh, で僕の父親は十二人兄弟の家持ちだったんですよねそして会社があったのでもう後継ぎのもう後継ぎ、uh, uh, so uh, だから将来父親は政治家でもなって地域の何かそういうふうに貢献したらとか でもこの神様のビジョンをもらったときに私は神様の本当に教会が生まれることに本当に賭けたいと思いました、uh, God, really、この聖書の言葉は妻が送ってくれた私ね今夜、えー、結婚のときに送ってくれた聖書に書いてあったんです 皆さんの人生の中でもあれこれは私の計画じゃないなっていうことが起こると思います。えー、こんなふうに神様は導くの自分の計画、<is> 僕の計画だったら長男で生まれたから会社の,その会社もう大きな会社だったからその社長になってそして剣道,剣道をやって そして、えー、そこで何か自分のなんか名前を上げていくっていうプランでした。でも神様の計画は神様の領域で素晴らしいものがあるんです。 Works in his realm. 聖書の中にあります、私たちの思いよりも神の思いの方が高いって。神の計画の方が大きいって。僕も、開拓のことを言ったときにも父はものすごく反対しました。Uh, mission, uh, father, uh, 妻も反対されました。Wife, uh, well. そして、あるときは、 開拓して失敗した人を、えー、僕に会わそうとしました。Uh, わかります <Some occasion. S 1> 開拓して、一応頭がいいから、開拓して失敗してボロボロになった人を僕に会わせようとしたんです。To, uh, and, uh, well、でも、その人と会うことなかったです。 I have to meet him. 絶対、主はさせてくださるから。Because God will make it. そして今、本当に父親はこの教会に来るの本当に嬉しいです。喜んでます。母親は、母親はイエス様を信じました。 My mother believed in Christ. 弟も信じました。ちょっと離れてるけど、困った時に祈ります。妹はイエス様、信じました、uh, ね。本当にそのような決断が神様の大きな祝福になっています。Uh, <each S 2> 妻も一緒です。皆さんイエス様を信じなさい。そうするとあなたのあなたの家族も救われると聖書が言うんです。 あなたが一代目のクリスチャンかもしれないでもアなたを通してアブラハムの子孫が増えるようにあなたの周りに世代世代を越えて神の民を神様を生まれさせます。You, his people, his だから諦らめないで。So 夫のため、妻のため、子供のため祈り続けましょうよ。特に次の世代が用いられるように。この教会の次の世代は素晴らしいです。僕、いつ教会、主任牧師変わっても大丈夫だと思います。アロンも準備してます。アサキもいます。ジェミックスもみんな、もう次の世代が。 準備できてます、uh, ね、だから、ールは、ファミリーで、すべての世代で、神の国、神の民を広げていくことができるんです。だ、uh, uh, だからアブラハムのの祝福がそのに続いいててるってことうこ受け取ってください、so 私たちは神の民です。アメン神の民なんです。ね、そして、2番目、神の召しに立つということ。1 s <S 一つ目は祝福のもと、2つ目は神の召しに立つ。エペソ1章の18節。 あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の選びによって与えられる望みがどれほどのものか、私たちの受け継ぐべきものがどのように栄光に富んだものかを知ることができますように。<Amen. S 1> これは有名な、ヒズコールで有名な見言葉です。 なぜかというと、私たちが開拓しようと思った時き、なかなかできなかったんです。Uh, church, さっきも言いましょう <could start. S 2> 教会はさあやろうよってできるものじゃないんです。Uh, you know, いくつかの戦いがありました。So、まあ経済的な戦いがあります。<financially, yes. S 2> でも、それはそんなに問題じゃない。それは、 いろんなシチュエーションの中で教会を始めるにあたって前の教会の先生がタイミングをねいつももう少し待っていろんな教会の祈り役員のいろんな関わりがあったんです。 Uh, so many relationships with other churches uh, the pastors were uh, praying and preparing for this new church and we were already 分かるかな? living in Nagoya but we couldn't start the church uh, because uh, the mother church was having a little difficulty <laughs> so I to uh, go back to uh, Shiga in the mother church all the time and I wanted to be just ordained and start. I gave everything to God when I was 19 but at that time I was already 35 you know what if if you're employed in a coffee shop and you have to wait for 16 years uh, to start もう野球やるためにバスケでもなんでもいいけどもう全部ね全部捨てて私選手になりますってクラブに入ったのに16年間バット握れなかったどうですか僕の戦いはこれだったんです。教会に従うということだったんです。To obey the church. 僕はもう全部やる気、鼻息がうンぶンしながら、さあ 100, 100人の教会になるってその時思った。でも神様は16年間待たしたんです。I その時に与えられた御言葉、それがエペソ1章18だったんです。神様は <the word. S 1> 教会を広げてくださる。 <God> gave 開いてください。ここの目がはっきり見えるようになって、ここに、His call という言葉があります。And, and some English translations is called His call.We are called by Him.His call は神の飯という意味です。皆さんも神に召されています。ああ。神に選ばれているということです。<'re> それは一方的な恵みです。And this is one-sided grace. 私自身もそうです。一方的な恵みです。神様が私たちを好んだからです。時々皆さん、ね恋愛でも好みっていうのがあるでしょう。好み。フェイリティゼム・好みでしょう。お互いね。Your spouse was in your favor. 好み。好みってあるんですよ。 もうなんかもうこれがいいアルドリーなんかもう縦に振ってる何回断れても好みですこれはねありがたいことなんですよ例えば僕身長が1 8 0ンチぐらいですけどそれが 好みっていう人がいたらもうありがたいことです。Somebody says my because of my height they like me. I love that. ね耳がちっちゃいですね。みんなにスモールイアって言われた、いじめられた。でも耳がちっちゃい人好きって言われたらラッキー。Somebody likes because of my small earlobe. Then that's 皆さん神様あなたが好みなんですよ。God likes you because who you are. だから自分のないものを言わなくて、あなたが好みだから。He has あなたを探しておんです。Uh, そしてあなたを呼ばれた人は2回呼ばれます。人は2回呼ばれます。一つは救いのために神に呼ばれます。 天のお父さんんはあなたたを探しおられたんですず,っと,ずっと神は探したんだあなた。You, なぜ <inviting you. S 2> あなたが息子娘だから神様を探しながらこの日頃を通して誰かクリスチャンを通して神があなたを見つけました。クリスチャンホームの子供たちはもうすでにね。 神様があなたを見つけているんです。Family, だから皆さんね、神様が呼ぶっていうのはまず救いのためです。十字架を信じます。あめ十字架を通し私たち罪がないものになって、義とされます。Cross, 努力はいりません。Uh, あなたは義とされました。 You are made righteous. 神様のお気に入りだけじゃないんですよ。あなたは清いものとされた。神様によって良いものとされたんです。You are made as good 有益なものにされたんです。You are made for good. 私なんてって言わなくていいんです。あなたに対して神様が持っている計画がそこに入ります。そしてそれだけじゃないです。 神様もう一回呼びます。それは使命のためです。神様がしてほしいことをあなたを通して人生の中でしてほしいこと。You アブラハムにもそうです。モ o s にもそうです。<For Moses. S 2> エリアにもそうです。<For Elijah. S 2> またエリシャにもそうです。<For Elijah. S 2> 神様は二度呼びます。<calls> Twenty.

Because of the cross. 福音によって救われたんです。あめ。皆さん、お願い、牧師として、生涯この救いの確信を持ち続けて生きてほしい。あめ。違う場所に行ったりするかもしれないでもね、イエス様から離れないでほしい。そして、その飯にキリストが私たちを導いてくださった。 だからアブラハムは99歳の時に神様の契約を受け取りました。そして新しい地に行きなさい、その飯に応じて住んでいったんです。 だからヒズコルチャッチはいつも神の言葉に従う教会でありたいです。So, 神様のメシは時々ね、なんていうか喜ばしいだけじゃないんです。辛い時もあります。本当に何年も何年も一緒に使えることは時に大変な時があります。 Could make you go through でもいつもその時思うんです。主が語ったんだ。<But S 2> 主が始めたんだ。<we S 2> 主が呼ばれたんだ。あめ<メ>。He has 結婚した皆さん、主がガひつけてくれたんだよ。あめ<メ>。<you> お互い嫌なとこが見えてきますよ。アルドニーには見えてないけど。Maybe お互い嫌なとこは見えます。Uh, but most ね、<One time. S 1> でも大丈夫なのはシュガ引き付けてくれたから私たちの人生大事なのは誰が始めたかです。Amen。j m i は誰が始めたの若い選挙は誰が始めたの,めたの私の救いは誰が始めたの私たちの仕事は誰が始めたの,たの,めたのこの教会は誰が始めたのイエス・キリストです。 <Jesus> Christ. 神が始めてくれたから <started> 私たちは心配も神様に任すんです、so、教会を守るのは私たちも守りますでも主はもっと力強く守っておられます教会の経済も本当不安不安どうだろう主が守っておられます、uh, finance, 今日皆さんの家計は でも、主が守ってます。Your finance, your finance, なぜ <God S 1> 主が召し出したから私隣に言ってください。大丈夫ですって隣に neighbor,、okay. 大丈夫です。S okay. <S この間面白かったね。あの旅行に行った時にいろんな T シャツがあったんですけど。ああ <laughs>、uh, we uh,、の旅行に行った時にいろんな T シャツがあったんですけど。ああ、ウのに行ったあの旅行に行ったにいろんな T シャツがあったんですけど。T T なんとかなるって言ったんですよ <laughs> say,、okay。え、せっかくよけ。ああ、いい言葉だな。なんとかなる。え、okay、じゃあ、せっかくもういろいろ考えてあれどうしょ、あれどしあれどしょ、あれどしあれどうしょ。うあれどうしょ。うあれどうしょ。う。どしょ。え、oh,、どしょ。え<ぜ>、どしょ。え、どしょ。え、 神様が見せられるから、神様が選んでるから、<God S 2> イエス様が君臨してるから、神様が治めてるからです。S. <S 全知全能の神様が私たちの友です。あめ <The Almighty S 2>、7日間で全部作れる神様があなたのお父さんです。<The Creator S 2> 頼ろうよ。<who made S 2> お父さんに頼ろうよ。なかなかお父さんに頼ることがダメっと言われるこの日本、違う。天のお父さんに頼りましょう。

そして3つ目、機械の門が開いているということです。この見言葉、これも皆さんとよく読みますよね。r e 録の三の八。3:8. じゃあこの目標の3の8は皆さんでぜひ読んでほしいです。Uh, もうちょっと暗くして見えるようにしていただけますか。いつもライティングとかありがとうね。P.A. ありがとう。ザヤ、thank you。 Technical teams there. じゃあ、目白く3の8を読みましょう。3、はい。私はあなたの行いを知っている。みよ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからです。英語でも話せる人チャレンジして三3、はい。I know your w o r っ s Behold I have said before you の n open door which know power, word shut. that have 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 is I little denied no one and and not name. Amen. to you you able yet kept Amen. but my my ねここに書いてます。門が開かれている。あなたの行いを知ってる神様、私たちを知ってる神様がいる。The God who k n o w our works h a t h opened the door. 閉じた Sometimes we feel like it was shut. It feels like、you see 教会でも同じです。あ真っ暗だと思う時あります。Like、僕が、えー、と過去に一回あったのは娘と息子が、えー、肺,肺の、ね、病気になって、まあ、風をこじらしました。そして入院しました。肺炎になりました。Pneumonia. それこそ16年ぐらい前かな。Maybe 16 years ago. そして

little brother was still uh, three years old uh, they were on their IV uh, a week passed and still not well and we are thinking about whether we should continue <laughs> our worship <laughs> sessions <laughs> gather the church we only had Sayuri and us and one more people 皆さん何も街道もないですよ、何でも家だから、ちょっと借りてる場所。僕は本当に本当に投げてきた。もう,う神様、誰も、実家から、実家の周りだたり、たくさん、前の教会もたくさん友達、誰も助けてもらえない。子育ての人たち、そうでしょ、もう毎日泣くように、一週間 we had nobody to help そしてどうなるんだろうでも神様に礼拝するようにあなたはなぜ使わされたのそうだ、教会始めるためだ。Worship, 7人のうちか8人うちの妻が看病、アロンがベッド、カサキもベッド、あと4人ぐらいです。 1、2、3、4人です。Us, my, そのうち僕が前に立ったら3人です。<taking> そのうち1人、さよりがピアノを弾いたら2人しかいないです。その寂しさは分かります、ね、<laughs> うわシガならたくさん友達がいるのに。お父さん助けてて言ったら助けてくるのに。 でも僕は忘れないです。この時本当に礼拝した。その礼拝が本当に麗しかった。I 涙が出ました。That time we were 礼拝、神様、礼拝し続けます。あなたを讃え続けます。Continue to praise your name. あなたを礼拝することやめません。Never stop worship you. それ終わった後子供たち、本当に癒されて健康になりました。 や、uh, めて帰らなくてよかった。皆さん、あなたの信仰はもちろんあなたのためです。でもあなたを通して祝福される人がたくさんいるんですよ。クリスチャン生活、ね、戦いもあります。問題もあります。That, 教会の中にも問題がやってきます。でも皆さん、私たちが見るのは何 So、what do we seek for? 天を開いてくださった天の門を開いてくださったイエスキリストなんです。イエス様が門を開いてくださった。The 私たちは礼拝続けます。私たちは宣教し続けます。この言葉を知るよね。神を礼拝し、人々を愛し、一つとなってイエス様の弟子を育て続けます。 それが教会です。礼拝し続けます。愛し続けます。大変な時もあるけど、愛するの大変な時もあります。でも神様に助けてもらって愛し続けます。一つになります。クリスチャンは祈り合うから。祈り合いましょうね。そして、イエス様の救いが届くように。 For his salvation この教会で救われた人を手を挙げてくれますかわあ、wow, 皆さんちょっと周り見てごらん。<Look around. S 2> この教会で救われた人たちです。大きな拍手してください。皆さんが何よりも報くいですよ。続けてよかったよね。神様が続けさせてください。God, 本当に主が三つの御言葉を与えてください。 も祝福のもといです <God S 2> あなたは祝福の源にイエスになってなってる。そして2つ目に神様の召しがあなたにあるんです。Is his call は召しがあるんです。使命があるんです。<his> イエス様のことを礼拝し続けるために。そしてイエス様の救いが自分のこともいいんです。でも自分のこと以上に今誰かに。

If we share the gospel. それを精霊がして、くださいます <Nobody knows. S 2> そして飯だけじゃないです今。機械の門が開いている。だから皆さん、目を覚まそう。新しいチャプターが開いているんです。ヒズコールの高校生シーズンにやっと入りました。中学生から高校生に入って、<laughs> まだ幼い教会です。で皆さん、目を覚まして、神の栄光がどんなものかを。 私たちみんなで経験しましょう一緒に経験しましょう一緒に体験しましょう一緒に神様の栄光を表していきたいですどうぞ立ち上がってください皆さんと一緒に立ちってく目を閉じてください神様あなたと共にいます私たちを導いています目を閉じて今日いくつか招きたいです 私は祝福のもといと言えない本当貧しいああ、自分は何もできないそういう中にいるでも神様アブラハムのような祝福された民だとして神様導いてくれている私それを受け取りたいです手挙げて教えてくれる <you> feel, 祝福のもといです like, 祝福を与えるものです 祝私は神様に選ばれて救われてたでも神様のやりたい飯にいつも立ってなかったでも今日神様の選び飯に応答したいです手を挙げて神のコーリングに来なさい神様言います私はイエス様のとこに行きます神は言います来なさいイエスのところに行きますありがとうありがとう 手を下ろして、そして最後に機械の門が開いている。機械の門が、将来の門が開いている。ちょうど神様、いつもそこに信仰によって進んでいけるように助けてくださいという形手を挙げて教えてください。信仰によって <to S 1> 歩めるように、<want S 1> あなたの状況わからないでもあなたの <faith S 1> あなたの閉じている門が今開かれるように宣言します。 開くように開き続けるようにそこを進んでいくようにイエス様が参りますイエス様が導きますイエス様が道を開き,ます,を開きま,すますイエス様が備えます私たちはただ礼拝して喜んでイエスについていきたいですイエス様は今手を挙げた一人一人を覚えてください 祝福してください。イエスの名によって、手下ろして最後に聞きたいです。今日イエス様、信じてない方、today, まだ救いの下と確信がない方、あなたのために十字架にかかって命を落とし、血を流しました。 あなたを探してるんです。お父さんがあなたを探してるんです。娘であるあなたを、息子であるあなたを、何千年も主は探してるんです。今日がその時かもしれないよ。今日イエス様に戻りたいという方手挙げて。今日イエス様信じます。ありがとう、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 ありがとう。私洗礼を受けたいと一緒いますか？

イエスの名神様によっしましょう。Like、今日もイエス様信じる人がいること嬉しいね。本当にイエス様信じる人がいること嬉しいです。今日も一緒に読みましょうこれ、ね。一緒にクリスチャンの人たちも応援して読みましょう。イエス様私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってください。私の人生を導いてください。 イエスは私のシュデスイングリッシュ。English, Dear Jesus, thank you for loving me.Come into my heart and live my life.Jesus is my Lord.Yes 様にもう一度大きな拍手しましょう。Yes 様ありがとう。あなたの教会です。今週も四刻ありますように祈ってます。あめ。